どうもでございます。さあ今回も続きやっていきましょう。さあ前回残していった琥珀くんのイベントですね、これを見ることから始めましょう。浅草寺、仲見世、この辺りに琥珀はいるかな。琥珀の記憶を取り戻すために須崎に行く約束、今なら果たせるかもしれないね。皆さん2時間ほど休憩をいただいてもいいですか。なかなか長めの休憩ですね。了解。買い物に夢中になりすぎるなよ。はい、わかりました。行ってきます。あ、いた。いたね。果たして琥珀。ありがとう、来てくれて。うん、それじゃあ早速行こうか、須崎。さあ、今回はどうなる。目的の場所に着いたけれど。おい、なんだこの酒は。こんなんで金取ろうってのか。なんだよ、大した銭もないくせに文句ばかり。いけすかない男だね。やっぱり花街って独特の雰囲気だな。ね、うわ、うん、なんだこの女。うわ、昼間から酔っ払って。へえ、それなりに別品じゃねえか。ずいぶん珍しい着物着てるな。どこから来た女だ。な、やめて。この人に少しでも触れたら容赦しないよ。だと？何様だって。そんなにこの女が上玉だって言うんなら俺が品定めしてやるよ。なんと下品な。キャッ。はっ。あは、出しちゃった。うわあ、な、なんだ今のは。こいつ化け物か。次は腕ごと持ってくよ、覚悟して。化け物か。ありがとう琥珀、助かったよ。やっぱり戻ろうか。あなたを連れてくるべきじゃなかったね、うん、こんなことなんでもないよ。琥珀について、琥珀もついてくれているんだから。ついていてくれてるんだから。ついていてくれるんだから。失礼。それよりも早く琥珀の知り合いがいないか探さなくちゃ。お、旋律が。命、あれ？短し恋せよ乙女。赤き唇、焦る馬に。これ琥珀くんが歌ってた歌ですよ。あれ、この歌、これ琥珀も歌っていた。この歌どこから。あー、月潮の家の間に、明日の月日はないものを。欄干に座っている女性、あの人が歌ってるんだ。あの、すみません。おや、どうしたことだろうね。可憐な小鳥が一羽。あの、私、少しお尋ねしたいことがありまして。お客にしては、随分可愛らしいね。道にでも迷ったのかい。違うんです。私、人を探していて、この子に見覚えはありませんか。あ、この子です。ん？その顔。お前さんもしかして善次郎。善次郎。
次郎なのかい。え、善次郎、このこと、この子のことを知ってるんですか。ちょっと待っておくれ、今降りていくから。え、ああ善次郎、やっぱり善次郎だ。今までどこにいたんだ。体の具合はもういいのかい。善次郎、それが俺の名前なの。そうだよお前、まさか自分の名前も忘れちまったのかい。あなたは。私は浮雲。その子の母さんとは長いこと同じ店にいてね人気を奪い合ったもんさ。俺の母さん。そのお母さんはどこに。米七、その子の母さんは二月前に亡くなったよ。なんと。そんな。仕方がなかったんだよ、病が進んでいて手の施しようもなかった。善次郎、お前は米七の薬代を稼ぐって出ていったけれど、次の日にはもう。二月前に出て行ったの。つまり出て行った。ここを追い出されたんじゃないんですか。番頭たちが追い出すなのなんだのって騒いでいたけれどね、米七が懸命にお前をかばったんだ。米七、母さん。琥珀。そうだ、あの時俺は。思い出してきたかな。疫病だ。善次郎のやつ、厄介なものにかかりやがったな。頼むよ、薬がなきゃあの子が死んじまう。気の毒とは思うさ。だがな、店番の薬代を出す余裕なんざあるわけねえだろう。他に移ったらいけねえ。善次郎にはとっとと出てってもらうぞ。大丈夫だよ善次郎、母さんがお前の分まで働くから。お前はゆっくり養生していればいいんだ。母さん。でも母さんだって。私なら平気だよ。母さん、やっぱり母さんだって俺と同じ病気なんじゃないか。母さんこそちゃんと養生しないと。俺なんてどうでもいいからさ。何バカなこと言ってるの。お前はね、身寄りのない母さんのたった一人の家族なんだよ。お前の命より大事なものなんてありはしないよ。母さん。善次郎、どこ行く気だい。町でいい薬を買ってくる。やめな、そんなボロボロの体で何ができるって言うんだよ。なじみの客に教えてもらった駒回し、俺うまいんだよ。これならきっとたくさん銭を稼げるから、いい薬も手に入るよ。善次郎、お前。浮雲さん、お願い、母さんを見ててあげて。俺行ってくるよ。善次郎、善次郎。そうか、思い出した。俺それで遊郭を出たんだ。米七は最後の最後までお前のことを気にかけていたよ。そんな。米七だけじゃない、あの病で死んだもんは
この界隈では大勢いたんだ。だからお前もどこかでのたれ死んだものと諦めてた。本当に驚いたよ。すっかり体は良くなったんだね。どこぞでいい薬でも手に入ったのかい？ああ、違うんだ。この体は。何こんな時に？人が感動してる時に。怨霊だって？こっちに来る。浮雲さんは店の中に入っていて、俺があいつやっつけてやるから。行こう琥珀。善次郎？まとめて成敗してあげる。かかっておいで。許されざる。いかん。お願い。うん、乗ってきた。ちょっと暑いかもよ。いいところで。もう一回。まとめて成敗してあげる。かかっておいで。私に力を貸して。しまった、私間違えした。さっき美和星ゴン属性だと思ってたから前に出しちゃったんだ。そうか、こいつ水属性だった。下に移動できないんだ。斜めにはできるよね。くそ。今なら行こう。終わったね。お疲れ様。いや、ごめんなさい、属性間違ってました。属性ミスで一回琥珀君を犠牲にしてしまいました。失礼。音量静まったね。これで大丈夫かな。はあ、強いんだねお前さんたち。けど善次郎、その体、何か強い薬でも飲んだのかい？まあ、あれだけの病から立ち直ったんだ。何かまだ理由があるんだね。自分の名前も忘れちまうほどお前も大変だったんだね。あなたは俺の体が怖くないの？そりゃ不思議ではあるけれど、こうして元気なお前の姿を見られた、それで十分だよ。浮雲さん、母さんが生きていても同じことを言ってくれたから。何を野暮なこと言ってるんだい。墓にでも行って聞いてみな。当然だって答えが返ってくるさ。
そっか。そうだ、お前今暮らし向きはどうなってるんだい？もし困っているなら私を頼ってよ。え、米七の子供なら私にとっても可愛い子供だ。少しは力になるよ。そうだ、琥珀は帰る場所を探していた。このまま浮雲さんの世話になればダリウスの企みに巻き込まれることもない。うん、心配しないで。俺名前なくしてから縁あってある人に雇われたんだ。え、本当かい？本当だよ。立派なお屋敷に住まわせてもらって駒使いやってる。三食きっちり食べられるし、お給金もいい。琥珀、よかったじゃないか。なら余計な心配だったね。お前が一人前になって自分の道を見つけたなら応援するよ。うん、ありがとう。あ、いけない、そろそろお座敷に出ないとね。じゃあ善次郎、達者に暮らすんだよ。うん、浮雲さんも母さんのこと大事に思ってくれて本当にありがとう。浮雲さん、行こう。琥珀、いいの？うん、母さんもいない。俺がここに戻っても浮雲さんに迷惑かけるだけだ。決意を感じる瞳だ。記憶が戻った上で琥珀が心を決めたというならもう口出ししたらいけないよね。浮雲さん、気さくですごくいい人だったね。琥珀、さっきから口数が少ない。それはそうか。琥珀の過去は分かったけど、たった一人の身よりお母さんはもう亡くなってしまっていた。でも家について思い出そうとすると頭が一層ざわめくんだ。思い出したらいけないって、まるで警告みたいに。もしかしてお母さんの死を予感して知りたくないと思っていたのかな。記憶を取り戻した今、琥珀は悲しくて仕方ないはずだ。私余計なことしちゃった。琥珀、琥珀に何て声をかけよう。元気出してごめんなさい、思いつかない。ごめんなさいって謝っていいよって言われるパターンなのか、元気を出してって、謝ってみよう。ちょっと変化球で言ってみますか。琥珀、ごめんね。昔のことは分かったけど結局悲しい思いをさせちゃった。うん、謝ることなんて何もないよ。むしろあなたへの感謝の気持ちでいっぱいなんだから。あ、よかった、上がった。え、どうして家のことを思い出すの？怖がってたんだろう。俺は母さんからたくさんの愛情をもらっていたのに、忘れていたんじゃかわいそうだ。大切にされていた分、俺は母さんの命の分まで生きてかなきゃいけないんだから。思い出せてよかった。霧が晴れて目の前が開けた感じがする。寝なし草じゃない、本当の俺になれた。琥珀、ふっきりだ顔してる。今までより何倍も綺麗な笑顔。なんでだろう、琥珀の顔気恥ずかしくてまっすぐ見られない。今日琥珀の過去を取り戻せたこと本当に良かったと思う。いやー、いいシーンで脱力しちゃいましたね。なんかこれ以上続け、今日は続けられないようなそんな感じでもありますが、いやー、ハルカ6はなかなか感動的なイベントを用意してくる。よし、じゃあまあとにかくね、気を持ち直して感動もそこそこにですが、またこの枠が終わったらじっくりね、余韻に浸ることにしましょう。さて
九段さんのイベント見ようかな。あ、これちょうどいいかもしれないね。九段さんと村雨さん、愛宕山と両国橋、これでいきますか。おはよう。ん？今朝の新聞は読んだか？何ですか？おはようございます。あ、なんだ。よし、両国橋、両国橋、これステーン、両国はこっちの方か。敵いるね。トラのイベントもあるのか。わあ、イベント、そろそろ回収しきれないイベントとか出てくるんですかね。まあ、とにかくじゃあまずはどっちかだな。両国橋か愛宕山か。両国橋行くか。朝九段さん出てきたから。戦闘の描写ばかり巧みになりそうだ。冒険小説でも書くかね。さーて、村雨さんが活躍できるから、あ、そうか、最初の配置変えるべきだった。ゆえ子と九段さん変えた方が戦いやすかったな。オタクの働きに期待してる。嬉しい言葉だな。仲間の信頼には応える。ユリコも一応前に出しとくか。あ、出た、筒みたいなやつ、卑怯だぞ。よし、ここはもう村雨さんに無双してもらおう。うまくいった。まあよかったよ。お疲れ。さあじゃあ九段さん見てみましょう。そろそろいい頃合いだろう。休憩にしよう。わかりました。どうしたんですか、クランさん。何か探し物でも。どこかで相撲をやっていないかと思ってな。相撲、両国だからね。ここは両国だろう。この地は相撲の聖地だと本で読んだのだが。あ、見たことないんだ、クランさん。私も一回だけ両国国技館で相撲を見たことありますけどね。やっぱ実際見ると迫力が違いますね。いくら両国でもこんな場所で相撲を取ってる人はいないと思いますけど、ここで、それは街中で両国で。普段は学校に通っていなかったから、少し世間に疎いところがあるのよ。なるほど。学校に通っていなかったってどういうこと？通う必要がなかったものでな。大した話ではないのだが。どうしよう。聞くよ。でも聞きたいです。主が望むのなら、昔話になるが。よしよし、上がった。お願いします。よし、昔話には甘味がつきものだな。手頃な団子屋もあるし、買ってくる。いいね、最近みたらし団子を食べてないから食べたいな。あなたは一つまでよ。一つしか食べないよ。食べ過ぎないこと。かわいそうに。わかった。背中を小さく丸めて去っていった。九段が戻ったら川辺に移動するか。往来に突っ立っていたんじゃ休憩にもならんだろう。そうですね。さあ、いいところですね。ほら、一本ずつだ。
明らかに不服そう。いくつ食べるつもりだったんだろう。クダンさんって相当甘いもの好きなんだな。いや食べたい。昔話といえば、クダンはもともと帝都住まいではなかったんじゃ。ああ、軍の相談役になる前は京都に住んでいた。その際に千代と家が隣同士だったのだ。なるほど、それで幼馴染なわけだ。なるほど、そうだね。幼馴染といっても私は京都の商家の生まれ、九段は由緒ある星の一族の生まれ。九段の家は巫女を守る血族だと知られていて、一歩距離を置く家がほとんどだったわ。なるほどね。確かに星の一族と知れば大抵の者が態度を変えたな。担うべき役目があるというだけで別段変わったところもないのだが。それだけ重要なお役目だとみんな思っているのよ。それに実際九段は特別な子に見えたから、余計に私たちは近寄りがたかった。なるほど、それで。気品があって立ち居振る舞いも綺麗だし、話し方も古風でどこか大人びていたわ。近所の子たちがうちの庭で遊んでいても一人離れたところから眺めてるだけだったでしょ。楽しげだなと思ってはいたぞ。じゃあ学校に行ったり友達とは遊ばずに何をしてたんですか。本を読んでいた。学校に通わずとも知識を身につけることは可能だ。お、学校に通う時間を読書に費やした方がはるかに効率的だったのだ。なんとすごいですね。それはそうかもしれませんが、いつか来る日のために学校では習わぬ知識が必要だった。なるほどね。戦術や結界術も習得しておく必要があったしな。うん、いつか来る日、龍神の巫女を守るために。そういうことだ。それが我の使命だ。その家も出てこちらへ越してきたのが2年前と聞いたが、その理由は。帝都に怨霊がはびこっていると新聞で読んだからな。現状を確かめ巫女を召喚するためだ。巫女召喚の状況して驚いたぞ。帝都の陰りはすでに明らかだった。しかし龍神に呼びかけても時を待てと告げられるばかり。そこで我は我慢できず帝国軍参謀本部に乗り込んだのだ。なるほどね。巫女に尽くし帝都を守るために長年準備してきた。龍神のお告げがあるまでただ待っているなどできるものか。我は怨霊の討伐組織として精鋭分隊の設立を参謀総長に提案した。大変だったぞ。最初は門前払いをされたが、来る日も来る日も説得を重ねた。急ぎ手を打たねば巫女の降臨を前に帝都が滅びることになりかねんと。それで結局は九段の粘り勝ちだったってわけだ。参謀総長は精鋭分隊を組織し、九段を怨霊討伐を統括する相談役に任じた。うん、そういうことだ。本当に我は頑張った。なるほどね。怨霊討伐に適した人材を集めるべく試験を行うのも初の試みであった。何から何まで手探りでここまでやってきた。確かに穏やかそうな見かけによらず行動力がすごい。その後もようやく巫女召喚が叶ったかと思えば鬼に奪われるし、人相書きを書いて捜索はしたが一向に情報が集まらず黙っちゃった。なるほど、なんとなく分かった気がする。この人は昔から使命を大事にして生きてきたんだな。巫女や帝都を守ることだけを胸に一直線に。話してくださってありがとうございます。九段さんのこと少し分かった気がします。そうか、ならばよかった。ところで我には別に気になっていることが一つある。何？え？この団子は誰の分だ？あ、出た例の音楽。あれ？誰のだろう？余ってますね。団子が救いを求めているぞ。
固くなる前に胃に収めてほしいと。自分が食べたいだけでしょ。うすうす思っていたけど、お役目大事なだけじゃなく少し天然なんだよね。ふふ、年上なのになんだか憎めないな。とオチもついたところで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。これにて失礼いたします。どうもでした。